今回の横須賀ダンジョンは横須賀の観光地ドブ板通りを横切った先にあるこちらの路地を歩いてみようと思います。かなり古くからある斜面の路地になりますので、ちょっと上から見てみましょうかね。よいしょ。住所的には緑ヶ丘の丘の上ということになりますが、古い呼び方ですと向こう山、向かい山かな、造船所の向かいにあるので向かい山というふうにも呼ばれたらしいですが、学校ですとか古い公園などがギュッと丘の上に凝縮された古くからのエリアになります。今日はここをドブ板通りから丘の上に上がっていって、で公園の脇を通って、諏訪公園、諏訪神社、こちらが併設されておりますので、公園の中などを歩いてみようかと思います。諏訪公園は明治時代には小さな動物園があったという記録もありますので、かなり古い公園かと思いますね。こちらを歩いてみようかと思いますので、よいしょと。かなり丘の上、大きい建物もありますが、まずは先ほどの麓のドブ板通りから歩き始めようと思います。よいしょ。はい、この富士というお店もかなり古そうな建物ですが、路地を一歩入るとドブ板通りかなり雰囲気が違いますね。古いアパートですとか擁壁が見られます。このアパートの下、駐車場になっていますが、駐車場の後ろ側の壁、おそらく今塞がれていますが、以前は穴が開いていたんでしょうかね。防空壕の跡なのかもしれませんが、かなり古い壁になっております。古さは感じますが、こちらのタイル張りなどですね、非常に整然として綺麗な印象の階段です。正面は現在は幼稚園があるようなので、そこまで、階段を上がっていこうと思いますが、この右手側のオフリミッツの看板の古さがちょっと時代を感じますね。左手のこちらのお宅もかなり立派ですが、こちらの幼稚園と併設して、諏訪公園と書かれた小さい公園があります。ここは以前、明治天皇が来られた際の記念の石碑がいくつか置かれていますね。聖石でしょうかね。かなり模様の綺麗な岩石に石碑が彫られています。明治天皇が何度か横須賀を訪れた際にこちらに滞在されたということですね。あちらのお宅も洋館付きの雪中住宅なので、この辺りはかなり古くから人が住んでいた場所だと思います。今は周辺は高いマンションですとか、あとこの正面は横須賀の芸術劇場ですかね、大きな建物が並んでいますが、今日はこの上、左の方、上の方にある緑ヶ丘の学校の校舎を目指して、ひとまず上がっていこうと思います。この公園を出た先の階段もかなり古さを感じますね。壁の苔がかなりたくさん生えております。まあ明治の頃からある階段なんでしょうかね。先ほどの階段同様時代を感じますけれども、この正面すぐ上がったところが緑ヶ丘の学校になりますが、かなり草が生えてますね。この斜面はコンクリートの擁壁で固められているはずですが、擁壁の隙間から草が生えているのかな。かなり雑草が目立ちますが、こちらの急な階段を上って一段高いところまで上がっていこうと思います。はい、でこの一段上がった先にもスペースが設けられていて、大きな石碑がありますね。明治天皇が来られた際の記念の石碑ということです。
こちらの石碑には左下に元帥東郷平八郎の銘がありますから、なかなかこれも立派ですね。この石碑の周辺、少し前まではかなり木々が鬱蒼と茂って、周り見えなかったんですけど、最近になって、木が整理され、周りの景色もよく見えるようになりましたね。おそらく明治の頃はこの高台からマンションが建てられている方に造船所がありますので、そういった造船所ですとか軍の施設がよく見えたんだと思います。明治天皇そういった施設の多分視察などにも来られたと思うので、こういった場所に石碑が建てられたのではないでしょうかね。でこの石碑のすぐ後ろに緑が丘の校舎があります。このツタが、ツタですかね、かなり太いな、これだいぶ昔からあるんでしょうね、この辺りも。でこの後ろが緑が丘の学校になりますが、これ裏口になりますので、荷物を搬入するクレーンですかね、かなり大掛かりなクレーンが設置されていますが、こちらの裏口の階段を上ると校舎の裏口まで行けます。緑が丘の学校は戦前からの学校らしいですが、戦後は進駐軍に接収されたということですので、このクレーンもその時のクレーンなのかな。まあでも戦後に建て替えられたという話ですからね、学校の設備なのかなと思います。でこちらの階段を上がると、こう学校の裏口に行けますが、右手に行くと学校の裏口、左手に行くと諏訪公園の裏口につながってますので、階段上の方まで上がっていきましょうかね。この左手のダクトがむき出しなのがかなりユニークですけれども、こう学校改修した時にダクトを埋められなかったんですかね、もしかしたら地面を掘れなかったのかもしれないですが、ダクトがむき出しのままでかなり印象的ですが、でここを左手に曲がると諏訪公園の裏口だったんですが、今通り抜けできませんという張り紙がありますね。なかなか古い石段とかあって好きな場所だったんですが、ちょっとこちら行けないので戻って下の道をぐるっと回って諏訪公園まで行きましょうかね。この階段降りた先に今空き地になっていますけど、以前はあそこに個人宅だったかな、何か建物が建てられていたと思うので、それが取り壊されて、もしかしたら新しいマンションなどが建てられるんでしょうかね。かなりこの辺り、また少しずつ風景が変わってきていますけれども、この道を右手に曲がって、一旦ドブ板通りまで降りて、そこからぐるっと回って、諏訪神社に入っていこうと思います。この右手の電柱は足元ちょっと埋まってるけど、崖が崩れたんですかね。はい、ではここから坂を下って、ドブ板通りの方に向かいますが、映像だとちょっと分かりにくいですけどね、かなり急な坂になってます。車がスリップしないように丸い溝が掘られていますけれども、かなり古い坂でもあると思いますので、左側小さく石段が残っていますね。かなりすり減った古い石段が左側ちょろっと残っています。右手側はむき出しの岩肌が出ていますね。こちらは崩落防止のネットがかけられていますが、かなり険しい岩盤がむき出しになってますね。この下の方はコンクリートで保護されているかな、もしかしたら黒いネットがかけられて、草が生えないような処理かもしれないですけどね。こちらはちゃんと補強されていますね。こちらは家具屋さんかな、展示場がある作り家具屋さんですかね。なかなかこの辺りだと
家具の搬入も大変そうですけれどもね。じゃあここ左手に行くとドブ板の表通りなんですけど、今日はこの右手に曲がってドブ板通りの裏通りを進んでいこうと思いますが、右手側は急な階段が柵で入れなくなっていますね。地図を見るとこの右手の上り階段はこれから行く諏訪神社の方にまでつながっているんですけど、今は使われていないんでしょうかね。かなり急な右手側のコンクリートの壁の上を階段が通っていますね。その下にはポツポツと お店でしょうかね、あるいはお店だった建物かもしれませんが、古い建物、新しい建物を並んでいます。この辺りは関東大震災の時にかなり住宅が倒壊したということで、まあ古いお宅もそれ以降の昭和に入ってからの建物でしょうかね。木造の古そうな建物もありますし、大きいビルのような建物もありますけれども、この先は右に曲がれたかな。ここはタトゥー屋さんだ。ここは行けないか、入れないですね。でこの右手側はこれも古い看板ですけれども、漆喰で表面塗ってあるんでしょうかね。看板建築か、かなり古い建物がありますが、その先には徐々にホテルニューヨコスカの大きな建物が見えてきましたね。細い路地を抜けてくるとニューヨコスカの建物が大きさが際立ちますけれどもね。ホテルニューヨコスカの、すぐ脇に諏訪大神社の入り口があります。諏訪大神社だったり諏訪狼の社、あとは諏訪狼社などいろんな読み仮名が振られている場合がありますけれども、諏訪神社の方に向かいます。こちらの左手側もかなり高い壁がありますね。ヨゼフ病院の敷地だと思いますけれども、かなり切り立った崖になっています。正面の青いシートがかけられたのは古いヨゼフ病院の解体工事をしていますね。ヨゼフ病院、築80年ぐらいの綺麗な建物があったんですが、ヨゼフ病院が建つ以前は横須賀の市役所があったそうです。ただ大正時代の関東大震災で市役所が倒壊して、その跡地にヨゼフ病院が建てられたということですね。解体作業も徐々に進んでおりますので、この囲いの青いシートも徐々に背が低くなってきましたね。この右手の石垣の階段を上ると諏訪神社ですが、今日はこの脇の階段から上まで上がっていこうと思います。本庁会館入り口の右手側には立派な鳳凰のレリーフがありますね。この鳳凰も漆喰を盛り上げて作った固定だと思いますね。漆喰の固定のレリーフがありますが、まあ、横須賀は軍の高官ですとかお屋敷がたくさん建てられた関係で、漆喰の職人さん、腕のいい職人さん多くいたんだと思うんですね。看板建築で関東大震災の後に火事が燃え広がらないように建物の表面を漆喰で、塗るような工法が流行ったらしいんですが、そういった建築も横須賀たくさん残っていますから、まあ腕のいい職人さんがたくさんいたんだろうなというふうに思います。徐々に、諏訪神社の階段を上がっていますが、こちらの壁新しく作り直されていますが、いつだったかな、2021年だったか、大雨の時に擁壁が崩れたんですよね。かなりニュースで見てびっくりしましたけれども、まあ、ここの壁も去年2022年には無事に修復を終えてきれいになりましたね。あと100年ぐらいは崩れないでほしいなと思いますけれども、はい。
で、諏訪神社の境内まで上がってきましたね。この階段さらに上がっていくともう一段高い諏訪公園なんですが、ちょっと境内の中ぐるっと回ってみましょうかね。諏訪神社の境内、ぐるっとここもコンクリートで周りを固められていますが、おそらく以前はむき出しの岩盤の崖に周囲を囲まれた今よりも荒々しい外観だったんじゃないのかなと思います。崖に囲まれた谷間の神社ですね。灯籠がかなり立派ですね。これは青銅かな、銅製の灯籠かもしれないですがね。繊細な作りの灯籠と、あとガラス張りで、建物自体も繊細で綺麗な建物ですね。14世紀の後半に長野県の諏訪神社からここに勧請されたということですけれども、かなり昔からある神社ですね。2、3ヶ月前に諏訪神社来た時は確か地面が土だったと思うんですけど、いつの間にか舗装されていますな。そういえばまあまあ、雨でぬかるむこともなくなって歩きやすくなりましたね。はい、ではここ左のこちらの階段を上って一段高い諏訪公園までまた上がっていこうと思います。かなりこの辺は雑草も整理されて綺麗になりましたね。で、このぐらいまで登ってくると向こうのヨゼフ病院の解体作業も綺麗に見えますな。まあ徐々に解体進んでおりますけれども、解体されたヨゼフ病院の後ろ側もかなり切り立った崖ですね。かなり崖に囲まれた一帯なんですね。この辺は徐々に元の地形が あらわになってきておりますね。また解体が終わったら撮影に来たいなと思いますけれども、今日はさらに上に登ります。この上の諏訪公園が作られたのは明治時代ということで、かなり近代化の早い段階で作られた公園です。諏訪公園、昔は動物園も中に設けられていたということで、かなり古くからの公園ですね。昔の航空写真を見ると今よりも木が少ないんですけど、植林などをされたんでしょうね。今ではかなり枝ぶりの立派な木がたくさん生えております。で、右手側は大きな台がありますけれども、以前はこの台の上に慰霊碑が置かれていたということですね。製鉄や造船で働いていた方の殉職者の慰霊碑ということですけれども、今は街灯がおりますが、おそらくあれよりも背の高い銅製の立派な慰霊碑だったそうですが、それは残念ながら戦後 GHQ によって撤去されてしまったということです。で、こちら側もぐるっと回る道が以前はあったらしいんですが、今はここで行き止まりになっていますね。右手側にあるのは時々話題に上る謎の鉄板があります。そしてこちらは動物愛護の石碑がありますね。以前動物園があった時にはここに熊の檻があったそうですが、まあ戦中に熊が逃げ出したら危ないということで、こちらも残念ながら射殺されてしまったということです。かわいそうな話ですけれども、この正面にある大きい石碑は横須賀市長の石碑だったかな。これも古い石碑だと思います。そして、この階段を上ってもう一段高くなった公園のスペースまで上がることができます。この階段もぐるっと湾曲した綺麗な階段ですね。
普段は葉っぱで埋まってることもあるんですが、今日は比較的きれいにお掃除をされていますな。でここの右手にもまた石碑がありますね。これは何だったかな、植林を記念した皇太子の石碑だったかな。古い公園なので石碑がたくさんありますが、一段高い公園のスペースまで上がってきました。まあ、公園といっても今は何もないんですけどね、かろうじて足元に何か公園が盛んに使われていた時の名残でしょうか、コンクリートで仕切りがされております。で目の前を黒猫が横切り、そして12時45分の米軍基地のサイレンが鳴っておりますが、この正面の階段を上ると公園の一番高いところ、公園の一番高いところというかな、この丘自体の一番高いスペースまで上がることができますが、ちょっとこちらの右手側、こちらがさっきの高校の裏手で、行き止まりになっていたな場所、通るあそこを通るとここに出ることができたんですが、こちら側からも通行禁止の張り紙がありますね。かなり細くて古い石段だったんですけれども、こちらには行けないので、公園の上の方まで上がっていこうと思います。戦中戦前はかなりこの公園今よりも整備をされていて公園前としていたので、昔の写真を見る限りだとこの、上のスペースは何でしょうね、花壇のような跡ですとか、あるいは公園みたいな何かしら施設の跡があったんですが、今はあまり使われている形跡はありません。ススキがかなり生えていますな。右手側には緑が丘の校舎がありますが、まあおそらく春になればここも一旦草刈りなどをして、また使える広場として使えるような整備をされるんでしょうね。こちら細くさらに先へ進めますので、こちらに向かいます。足元の石段がかなり埋まってしまってますけどね、この石段も古いんでしょうかね。この辺り歩いてると時々地面に昔の石段の跡なのかなっていうのが顔を覗かせていたりしますが、落ち葉で見分けがつかない場合もあります。でこちらの木が大きいですね。昔からあるのかな、かなり枝ぶりの立派な木がありますが、ただところどころ折れたりしていますね。この先にも前草が生えていないときはこの先に進むと、何かそれも公園の時の名残だったか何か構造物があったと思うんですけれども、ちょっと今日は行けないので戻りましょうかね。まあしかしこの枝はかなり縦横無尽に枝が生えていますな。こちらの細い道、獣道をちょっと通りましょうかね。ここがうっすら石段の名残が見えますが、ほぼ土と一体化している石段ですね。右手側はかなり崩れやすそうな斜面になっています。で、その下には諏訪神社の屋根が見えますね。かなり崩れやすそうですね。まあ現在進行形で崩れているのかもしれないですけど、正面の木もかなり古そうな木ですが、根っこが上の方まで上がっているので、もしかしたら以前はもっと上まで土があったのかもしれません。まあこの辺りの木はかなり古そうですね。どれもここからまっすぐ行くと下の方まで行けそうですが、諏訪神社の宿がありますが、こっちに行くとちょっと危ないので左手の方に向かいます。で、丘の一番高い部分、頂上の周りをぐるっと一周するような形で階段の下まで戻ってきましたね。で、先ほどの行き止まりの看板があります。
この行き止まりの看板なんですが、今は張り紙してありますけど、ほんの1週間前までは張り紙なく普通に通れたので、まあ、古い石段があったりしますので、せっかくですからちょっと1週間前に来た時の映像に切り替えてみましょうかね。よいしょ。ということで、これが行き止まりになる前の石段ですけれども、これは多分明治時代からあるんじゃないのかなというような、かなり古さを感じる石段ですけれどもね。ただ相当に傷んでおりますな。中央がすり減って割れたりしているんですかね、この石段は。まあ、苔もかなり生えているので、あまりこの道を使う人もいなかったんでしょうね。で、先ほどこちら側からも行き止まりの張り紙がありましたが、階段のところまで戻ってきましたね。よいしょ。この正面に行くと高校というかな、中高の裏側まで行けると思うんですけれども、じゃあさっき降りていった階段をまた降りていこうと思います。正面の空き地に1週間前、何か作業の車が止まってるんですかね。やっぱり、何か工事をするのかな、工事の準備をしているのかもしれないですね。まあ、この辺りだいぶ草が刈られて、木も整理されて綺麗になりましたが、もしかしたら下で始まる工事の準備なのかもしれないですね。まあまあ、木が間引かれて眺めが良くなったのはいいなと思います。観光される方もこの辺りまで上がってきて、ちょっと歩いていただくといいんじゃないのかなと思います。先ほどの石碑まで戻ってきましたね。まあでも、大きい建物がたくさん建っていますが、以前は見晴らしが良かったんでしょうね。このすぐ建物の裏手が現在の米軍基地、以前の日本海軍の施設、造船所などがあったところですので、最後にその辺をじゃあ上から見て今回は終わりにしようかなと思います。よいしょと。上から見ると、遠くの方にドライドックなどが見えますかね。米軍基地が見えますが、それでは今回はこちらの丘を散策してみました。古い横須賀の名残などが見れて、なかなか興味深い土地だなと思いますが、いかがだったでしょうか。では、最後に幼稚園の校舎を見ながら終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。